こんばんは。本日もですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、無職になって良かったことということでお話したいと思います。で、これはですね、無職を全肯定してるわけではなくてですね、今無職の方とかですね、これから仕事を辞めてですね、無職になる予定だっていう方にですね、僕の経験的にですね、良かったことをですね、ちょっとお話できればと思っております。はい。この話を聞いてね、少しでもこうプラスになってもらえればなというふうに思います。はい。で、まず早速いきますけども、まず1つ目、嫌いな人にですね、会わなくていいってことです。もうこれは本当に僕つくづく思ったんですが、やっぱりこう人生の最大のストレスっていうのは人間関係だと思うんですよ。で、もうそれっていうのはやっぱ仕事、職場の人間関係と言ってももういいと思うぐらいのですね、ウェイトを占めてると思います。なので、嫌いな人に会わなくていいっていうのは本当に無職になってよかったなと思います。前の動画でも言いましたけども、無職になると自分と向き合う時間っていうのは増えると言いました。で、それも結構なストレスになると思うんですが、しかしですね、この人に嫌いな人に会わなくていいっていうストレスに比べればですね、全然大したことなかったです。はい。なので、僕はちょっとね、出勤前とかにこう息がこうなんかこう息がハーハーってもう呼吸が荒くなったりとかですねしたりとか、もう本当に病んでですねしまったので、もうそこから解放されただけでもですね、もう良かったことの、もう最大のことと言ってもいいぐらいなんですけども、はい。それが一つ目です。で、二つ目はですね、自分の今後の人生を、本気で考えられるようになったことですね。ということです。はい。で、これはですね、もちろんお仕事をしていてもですね、自分のこの今後の人生に対して考えることはあると思うんですけども、僕の場合ですね、やっぱりこう、仕事で、やっぱりこういろいろストレスを抱えて家に帰ると、もう酒を飲んでですね忘れて寝て、また次の日っていうパターンだったんですよ。で、じゃあ土日に考えたかっていうと、土日もですね、自分の好きなこととかして、本当に自分のこの今後の人生のからですね、こう目を背けていたなというふうに思いました。はい。で、無職になると本当に自分の好きなことはできるので、本当にたくさんいろんなことができるんですけども、それでもですね、無職というすごいこの空白の時間なので、必ず考える時間っていうのはですね、もうノーズできるわけですよ。だから、そこでですね、自分の今後の人生を本気で考えられるようになったなというふうに思います。僕はパソコン買って今いろいろタイピングとか勉強してますけども、本当にじゃあね、さっきも言いましたけど、嫌いな人に会わなくていいってことは、もうそもそもの職種を会社に行くってことよりも、自分は人と会わずに働ける仕事をした方がいいんじゃないかっていうふうに結論にですね、なりそうな感じなので、だからこういうふうに自分の人生をですね、本気で考えるようになったなというふうに思います。はい。で、三つ目ですね。で、三つ目は、大人の夏休みを楽しめることなんですよ。これ本当にいいですよね。子供の夏休みと違って、大人の夏休みっていうのはですね、できる範囲がたくさん、全然違うと思うんですよね。例えば、車で遠くまで行ったりとか、一人旅に出かけたりとか、あと自分の新しい趣味を作ったりとか、本当にもう無限大ですね。もういろんなことができると思います。はい。なので、多分ですね、人生の最後に、死ぬ瞬間に、あの時のですね、無職期間を、もうちょっと働いておけばよかったっていうふうに多分思わないと思うんですよね。むしろ、もうちょっと夏休みがあってもよかったかなっていうふうに思うと僕は思います。はい。なので、別に、後悔はしないと思うんで、その自分のね、大人の夏休みをもうすごい楽しんでほしいなというふうに思います。僕も仕事を辞めるちょっと前から YouTube を始めましたけども、この YouTube もですね、趣味というか一つになってですね、本当に、この YouTube を通してたくさんの人とですね、こう出会えたので、本当にこうやってよかったなというふうに思っております。はい。なので、3つ目は大人の夏休みを楽しめることです。はい。じゃあ最後ですね、4つ目なんですけども、これはですね、同じ無職の人や、社会に馴染めない人にですね、優しくなれるということなんですよ。僕はもう何回もですね、無職を経験してるので、今後の人生で、僕は社会復帰をして、社会に馴染めない方とか、無職経験がない方とかに会ってもですね、もう全然ですね、普通にフランクにこう、接しられると思いますし、むしろその時のですね、もう気持ちをもう最大限共感できると思うんで、そういう面ではですね、本当にこう、やっぱり味わってみないとわからないですし、本当にその
その無職ってなってみて初めて無職の人の気持ちが分かると思うんですよ。社会に馴染めなくて、馴染めないからこそ馴染めない人の気持ちが分かると思うんで、僕はそういう意味ではですね、すごくいい経験だなと思います。はい、以上4つになりますけども、やっぱりですね、自分の人生はですね、まあ、夏休みの期間だと思ってですね、無職ってことをですね、あまりこう暗く捉えずにですね、こうもうポジティブにですね捉えて、いろんな経験をしてみたらいいんじゃないかなと思います。また働き出すとですね、またこう無職に戻るっていうのもなかなか勇気がいると思うんで、今が本当にこうチャンスだと思ってですね、いろんなことに挑戦してもらえればなと思いますし、僕もちょっといろいろね挑戦していこうと思いますんで、本日もですね、ご視聴ありがとうございました。さようなら。